2008年1月に宮城郡里府町から仙台市へ移転したラーメン本ヘッツイの全部入り醤油味ラーメン味よしの新味噌ラーメン大豆の三色味噌ラーメン仙台ラーメンとは宮城県仙台市周辺で食されてきたラーメンである一般的な知名度は低いが東北随一の歓楽街を抱えるところから独自の発展を遂げてきたまた仙台は 伊達政宗のの頃から味味噌噌がが特産品であり、味噌ベースのラースラメンが比較的多い。仙台においては、ラーメン味よしが、古くから名店として有名である。この店のスタイルの、新味噌ラーメンを、仙台の代表的ラーメンとする風潮が強い。テーブルマークからご当地ラーメンものとして、仙台風新味噌ラーメンのカップ麺が発売されている。ただし、 一般的なラーメン屋で出される味噌ラーメンよりも唐辛子が多めに入っているため辛すぎると評する人もいる。過去には浅井広助らも絶賛したという逸話も残っている。東日本大震災以降では三色ラーメンを提供する麺屋大豆や仙台ブラックレッドを提供する飛び梅などスパイスを効かせた現代のラーメン第四世代が新しいご当地の 新味噌を提供している。チェーン店として、ラーメン道仙台っ子がある。ありがとうございます。